まん待ちきれないかおりちゃん。首はダメなの？ハンズちゃん。ここにはポンちゃんも、みんな仲良しになってます。はい、アンズちゃんはママに甘えるようになりました。だいぶ前からです。すっかり甘えん坊さんです。アンドちゃん、アンドちゃん、甘えん坊さんですね。え、アンドちパパが触ると逃げます。なんでやろう一緒だよ、アンドちゃん。ずっと一緒にいるでしょ。ねえ、アンドちゃん、はい、カオリンが呼んでるよ。では、はい、カオリン。はい、カオリンの場合はブラシがいいんですね。いいね、ブラシね。気持ちいいね。カオちゃん気持ちよさそう。ちょっとその予行練習をしとこうかな。そうですね。ちょっとケージの中だいぶ汚れてるね。ちゃん、はい、アンズちゃん、はい、アンズちゃんは取りすぎるだけだったね、今。
ハミちゃん、ケージの中入ってみれば。ケージ嫌いなんだよね。そうか、里親さんとこ行ったらどうしよう。ケージに入ってるのがストレスになっちゃうと。まあでも行ったばっかりの時はさ、うん、まあ怖いからね。ケージから出ないから。そうね。はい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 、入りました。あんずちゃん、一度鍵を閉めてみましょうか。ほら、仲良しさんなの、はい、いいね、はいはい、ちょっと忘れてたかな。上はあんちゃん、あんちゃんいいね。え、下に新しいのをもらいに行ってくるからね、いろいろ終わったら。おもちゃが届きましたよってお電話したね。はい、ちゃんと母ちゃんが大好きですね。はい、この二人が仲良くなったらちょっと面白いんだけどね。こんなとこで詰めといてしてる。うん、お気に入りだったもんね、あんずちゃんのね。やっぱ新しいの買おうかな。新しいのを使って、一つはケージの中で、一つはお外に行くでしょうか。いい感じですね、お二人さん。本当だね。なんかおんちゃん、馴染んでるね。仲のいい姉妹みたいに見えるよ。親子かな。ほら、あんずちゃんも行ったよ。ちょっと思い出した。はい。ここでご飯食べてましたね、あなた。はい。なんだっていう顔になってるね。わからないね。不思議な二人なの。まあね、ちょっと分かりにくい性格同士っていうことだね。なんか一人一人、うん、おのおの遊んでる一つのおもちゃでみたいな。面白いんだよね、かおちゃん。なんで手が嫌いなのかな。なんかありましたか、かおりんさん。手もブラシもそんなに変わんないと思うんですけど。
さあ、カオリン大暴れ。サーちゃんご飯。はいはい、ご飯だよ。はいはい。はい、どうぞ。はい、いいね、カオリンちゃん。どうぞ。カオリコーニャン。いい子だね、カオリちゃん。ヒップシュー。いい子、いい子ニャン。お利口さん。パンズちゃんが来たぞ。パンズちゃん下から、なんか、足にシュリシュリしてるパンズちゃんです。ハハハ、あずちゃん、あずちゃん。